おい、久しぶりの車中泊行くぜ。Yeah! Here we go! Here we go! よーし、大井松田到着。大井松田、How much? その他かぶりがいたの。あ、私ドラムです。さあ、大井松田って初めて降りたかもしれないね。秦野方面行きましょう。時刻は9時半。キープ安全運転。はい、今夜も到着しました。今日は丹沢湖です。丹沢湖の湖畔の駐車場で車中泊したいと思います。まずはお疲れちゃーん。まずはお疲れちゃーん。うわ、冷た。キンキン。ベッドメイキング終了しました。今回は二段ベッドがね、調子よくなりましたね。葵さん、ふかふか、うん、前回非常に評判の悪かった二段ベッドですけども、かなりふかふかに仕上げましたので、今日はぐっすり寝れるんじゃないかと。小鳥さん、今日の寝床は快適ですね。快適。いいね。久々の車中泊は、しかもね、海じゃなくて今日は湖のほとりです。真っ暗すぎて怖くてね、めちゃ怖い。外に出れない。出れない。一応トイレ近くにあるんですが、いやいや、行けない、真っ暗だ。あのトイレの電気も消えちゃってたんでね。なんか動物がいそう。さっき来るまでに鹿と、俺は多分あれ天だと思うんだよね。イタチ？野生動物いっぱいいるようなところで、今夜は車中泊したいと思います。まあゆっくり。僕たちお酒飲んで、今夜のおつまみはこちら、ホルモン揚げ from 広島ね。ビールのつまみに最高じゃけんの。そしてこちらですね、フォロワーさんがね教えてくれました、煎じ肉。これもスーパーじゃなくセブンイレブンとかコンビニでも普通に売ってる広島名物煎じ肉。これも同じかな、ホルモンを揚げてるやつかもしれないです。これ食べたいと思います。さらにスルメフライ、これもね、広島の友達がお土産で送ってきてくれたんですけども、これちょっとね炙って食べた方がいいって言ってたんだけど、このままいただきたいと思います。葵さん食べたいですか？はい、いただきます。うまい。これお前向きじゃないよ、ビールのつまみで。噛めば噛むほど、うん、味がじわじわと。これはやばい。こんな感じです。ホルモンをカリッと揚げたやつ、噛めば噛むほど味がじわーって出てくる感じ。車中泊のおつまみにいいですね。いいですね、広島名物。うん、匂いが気になる人はこっちだって。このまましないってこと。匂いが甘くせがないんじゃないの。あーね、俺ね、おしゃべりした時にね、ホルモン臭い、ホルモン臭い、すみさん、ホルモン臭い。フェロモン全然面白くない。これはビールに合うぜ。さて、じゃあ葵さん、最近学校で楽しいことありましたか？プールどうなの？学校のプールはどんな授業やるの？25メートル泳いだりするの？浮くだけ？顔つけて？うん、顔もつけない。顔もつけないの？入って肩まで入るだけ。お風呂か。何するの、肩まで入って。ジャンプ。ああ、水の中で。3年生になってその程度しかしないの、プールで。あ、コロナだから。なんで画面をつけないの、水に。コロナだからバカじゃないの。ああ、まあでもあれか、何百人も子供が入るから。まあね、なかなか流れるプールやった。ああ、なるほどね、顔をつけないで。だ、そうですよ皆さん、世の中は顔をつけないプールをやるらしいですよ。バカじゃないの。でもそんなこと言わない、すみさん、バカじゃないのとか言わない。言ってません。ね、先生たちはその中でね、一生懸命試行錯誤してプールの時間を作ってくれてんだから。あのね、茨城県じゃマスクをつけてプールに入らせた学校があるらしい。見た見た。で、それをめちゃくちゃディスってるコメントたくさん見たんだけど、そういうのやめてくれっていう話で、うん、なんでかっていうと、そうまでしてでも子供たちになんとかプールの時間を作ってあげようって先生たちは試行錯誤した上での答えがマスクをつけてプールだったんだよ。だからそれ用にマスクメーカーに専用のマスク作ってもらったんだって、うんうんうん、でそれを子供たちに無料配布して、あのプールを開催させたっていうね。そこの努力をさ、みんなさ見ないで、その馬鹿げた姿だけを見て揶揄するっていうのが俺はすごく嫌いだなと思って。そうじゃねえんだと。
そうまでしてでもプールに入れさせようってね、先生たちが頑張ってるってところを俺は見なきゃいけないなと思うわけよ。だからね、そうやってね、すぐ誹謗中傷するのやめな、妻。してませんけど。違うか。違いますけど。だから学校、どこの学校もさ、みんなプール入れてあげないんだよ。だって、あ、プール楽しかったべ。うん。だよな。まあだけど、普通にプールをいつも通り入れるのはどうなんですかみたいな、モンペがいるから、きっとそういうもので対処せざるを得ない。君みたいな。いやいや、モンペじゃないっす。まあそういうことなんだよ。結局ね、その一部、プールに入るのにも、怖い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 っていう父兄がいるからさ、そういう人たちを納得させるために、まあ、試行錯誤されたプール用マスクみたいなのがね。だからね、今ね、一番誰が変わんなくちゃいけないかっていうと、大人側、保護者側というかね、父兄側というか、もうちょっとね、そのね、マスク神話みたいなところから、現実をよく知ってもらって、どうするべきかっていうところを、みんながね、真剣に考えて、理解しなくちゃいけないと思う。まあぶっちゃけだよ、プールでマスクするって、うん、もうほんとね、アホ臭くて、正直に言うとね、先生たちはそうやって学校側はそうやってすごく努力していただいてるけど、でもそんな馬鹿げた対策なくてさ、でもそれって誰のためって言ったら、ほんと子供たちのためじゃなくて、うん、親を納得させるための致し方ない手段でしかないんだよね。なのでどこが変わんなきゃいけないかっていうと、実は大人が変わんなきゃいけない。もっと大人がちゃんと現状を知って何をするのがベストかっていうことをみんなが理解してくれないと、わずか超少ないマイノリティのために子供たちがさ、そんな馬鹿げた授業をやらなくちゃいけなくなるっていうことにみんな気づいてほしいなというか、目を覚ましてほしいなっていう、そこなんだよね、論点って。そこをみんな履き違えないようにしないと、この子らこれから先何年かけてずっとプールでマスクするみたいなのが当たり前になっちゃうからさ、そんなの当たり前にしちゃ絶対ダメだから、うん、そういうところをね、僕らみたいな底辺 YouTuber かもしんないけど、でもきちんと訴えていかないと、みんな気づかないままさ、とりあえず右へ習えしちゃってたら意味がないなと俺は思うわけよ。まあでもそういう親は、まあ、子供はかわいそうだけど、うちの子はプールに入れないですから、あの自由にどうぞ。そういうことなんだよ。そうしてくれればいいんだよ。その家庭の判断でいいと思うんだよね。うん、本当怖いからプールで打つとはどうするんですかって言うんだったら、じゃあプールは全然見学してくれて OK ですっていうふうにすればいいのにさ。でもなんでか知んないけど、ほら、全員に均等な機会を与えなきゃいけないとかさ、そういうことをさ、重要視する国民性だから。一番こう、下に合わせるというか、ね。そうそうそう。少ない人たちの意見を重要視するっていうね。なので、天然パーマのチャンネルは、バンライフで旅をするとかさ、とか二拠点生活をするとか、ライフスタイルのチャンネルですけども、実はね、一番大切にしてるところは何かっていうと、子供たちが一番楽しい経験や体験を、作ってあげるっていうことをすごく重要視して活動しているチャンネルなので、これはプールもしかりなわけですよ。学校生活っていうのもしかりなわけで、その中でやっぱり子どもたちがストレスなく、それとコロナにしっかりと注意しながら、これまでと変わらないような生活で経験を得られるようにするためにどうするべきかっていうのは、まあ発信していきたいなと。例えば遠足とか修学旅行もそういうこと、中止っていう一番安易な判断をしちゃいけないよねっていうことを言いたい。どうやったら実現できるかっていうことの方にもっともっと頭を働かせてほしい。それからそれでも不安だっていう家庭の子たちには、俺はね、自ら棄権してほしいというか、参加しなくて大丈夫ですよっていう環境を与えることが俺は大事かなと思って。さ、そういうのって学校で言ってると思うんだよね。プールとかも別に無理して参加するわけでもないし、うんうん、あとほら、例えばさ、去年なんかもさ、うん、あの学校来たりとか、その始業式とかも、うん、そのもし心配で休みたい人はいいですよっていうスタンス、そうだね、だったじゃん、ね、だっただったね。だから、うん、心配な人たちは参加しなければいいっていうだけのことにしてほしいよね、うんうん、例えば300人いる中の5つの家庭が心配だっていうのを優先しないでほしい、うんうん、295の家庭はやってって言うんだったら絶対そっちを優先するべきなんでね、うん、で5の家庭はやりたくないで怖いです心配ですって言うんであれば、どうぞ休んでください、どうぞ見学してくださいって、そういう選び方をもっともっと導入してほしいというか、うんうんうん、そうだね。
とにかくね、学校側はね、すごい頑張ってくれてるなっていう感じはする。子供たちに今までと変わらない生活や体験ができるようにってことで、すごく一生懸命やってくれてるっていうのはね、すごく手に取るようにわかるので、学校とかさ、教育委員会を責めるようなそういう流れは絶対作ってほしくない、うん、作りたくないよね。ね、今度林間学校とかあるけどさ、うん、こう緊急事態宣言が出て、うん、1回解除されて、うん、マンボウになりで終わったと思ったらまた緊急事態宣言が出てっていう感じで、多分学校側が一番振り回されてると思うんだよね。本当に、しかも3日前とかにいきなりその議題が上がってさ、うん、3日後には可決しますっていうか、やりますっていうのが、うん、そんなのにさ、そんなスピーディーに対応できるわけないじゃん、もともと。でさ、先生たちもさ、その場所に下見に、子供たちのその部屋割りも決めて、うんうん、バスの並び順も決めてっていうことを、そうは言ってもやっぱりやることを前提にしてるから、うん、そんなことも全部決めてるのに、なんかそれをやらない、延期しますってなったら、もうほんとさ、心折れるわ。ねえ。本当に、うん。そういうところもさ、みんなさ、ちゃんと知った上で、ツイッターとかでさ、いやいや言うのもいいけどさ、なんなら記事も読まないでタイトルだけ見て物書くやつとか言うからさ、それがさ、メディアのさ、思うツボなわけよ。そういうタイトルの付け方をして、そういうサムネイルを用意してるから、そこで盛り上がっちゃったら、やったぜー、狙い通りってなってるのに気づいてない、ピピーな奴らがさ、いっぱいいるんだよ。ほんとね、学校やべ、すげー頑張ってくれてる。なので、その中でできることっていうことを考える。諦めない。すごく大事にしなきゃいけないなって思ってて。どれだけ子供たちに夏休みをね、楽しませてあげられるかっていうのは、俺たち、父ちゃんや母ちゃんの腕の見せ所なわけですよ。なのでね、一回の夏休みも無駄にしない。見送らない。これをポリシーに、テメパワーファミリーは、この夏も全力で遊んでいきたいと思いますので、どうぞよろしく、母ちゃん。はい。というわけで、がっちりお酒タイムに入りますので、今夜はここまで。また明日の朝。グナイ。グナイ。今回泊まったところは、丹沢湖、湖のほとりでした。わー、すげえいいとこじゃない。イルベア、街灯一つなくて真っ暗でね、どんなところか全然わかんなかったんですけど、こんなところでした。やったー、すっげえ綺麗。丹沢湖のね、上流の端っこのところですね。だから向こう側しに湖が広がるようなイメージです。最高じゃねえかよ。やったぜ。いっぱいキャンプ場がある。お、起きました、小鳥さん。おはよう。はい。今回の車中泊スポットは、こんな感じ。駐車場でした。すごい、なんか、鳥のさえずりと、緑の匂いが、もう新鮮。丹沢湖のほとりです。葵、おはよう。おはよう。よく眠れましたか？お腹空いてますか？今ね、ご飯炊いてますんで、炊き上がったらご飯食べましょう。はい。うん。ちょっと蒸し暑いね。ジメッとした感じの空気です。では開けます。オープン。おお。ほっかほか。ご飯ですよ、妻。ね。朝炊きたて食べれるのいいね。いいよね。うん。これは我が家の車中泊の大革命だね。これあのなんだっけ、たけるくんだっけ、たけるくんよりも全然いいやね、これね。これからはこっちの炊飯器おすすめ。しらすたっぷりかけました。しらす、しらすご飯ですか、朝から。と、贅沢の極み。僕だったら真ん中にくぼみをつけときますけどね。ああ、そうか。自分の分自分でやる。はい、父ちゃん。いただきます。美味しそう。卵を潰してですね、そして混ぜます、混ぜます、混ぜます。食べます。贅沢。米がうまいかな。米がうまいね。すごく美味しい。贅沢。やっぱこの緑の中でご飯食べるのいいよね。そうだね。うん、非常に美味しい。ありがとう。パパ。Bye.
ました。はい、おいしそうですね。 Yes。 どうですか小鳥さん。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいねこれね。久々にこの山の中だから気持ちがいいね。ヘイヘイ、おはよう。ヘイ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 、久しぶりだね。久しぶりだね。来てるよ、ガイドクラブン。金玉の皮だっけ。ああ間違えた、ごめんなさい。玉と筋だ。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくよろしく、はい、超楽しみ。Father is 10 and permed!